485系、宴を使用した団体臨時列車運転、お座敷列車、宴で行く、クラブツーリズム専用マス席&夕食弁当付き長岡花火。JR 東日本では、平成30年8月2日木曜日から3日、金曜日にかけて、高崎車両センター所属の485系ジョイフルトレイン、宴、6両編成を使用した団体臨時列車が、大船、長岡間で運転されました。貸切団体列車、お座敷列車、宴、で、行く、クラブツーリズム専用マス席&夕食弁当付き長岡花火ツアーに伴うもので、袋は花火を鑑賞した参加客を乗せ、3日午前0時20分に長岡を出発して、3日の朝午前7時前に大船に到着しました。当ブログにて載せている動画は、485系ジョイフルトレイン、宴、6両編成です。2011年11月に大月駅にて撮影しました。